あ、そういう締めくだの魔術師です。お気に入りしたーってなる。ではでは、じゃあ僕のチャリハンバーグ。おやー、夏美さんが死んだ。おっと、即死。即死です。夏美さんが今、王様を初手で引いてしまったので脱落しました。処されました。処す。多いね、なんかここね。ね、ちょっと。じゃあ、黒井さんからスタートです。はい、行きます。ドロー。なんで王様にラブレター渡せばいい気がしてきました。そうだね。うん、そう、予想じゃないです。実はそのヒゲが死でした。むしろあなたが好きです。むしろあなたが好きです。じゃあ、これでしょ。へし。じゃあ、竜兵さん。僧侶で。違います。噛みました。僧侶で。いいだろー。はい。僕はぜひ店長にせめて1点取ってもらいたい。そうだね。店長もあれ。お菓子食べよう。お菓子食べる。交換してみたいかい？どうぞ交換していいよ。いいっすか、うん、じゃあドローします。じゃあドローカードこれですね。いきまーす。じゃあドローカードこちら。じゃあ雄平さん処数。雄平さん処数。処数いいんですか。じゃあいいっすよ。やばい、怖いぞ。なるほど。6で負けた。6で負けた。え、どうぞどうぞ。ちょこっと取り絞られます。6で負けた。2択ですね。2択だ。じゃあ2択だな。めんどくさい方。同桂を出します。で、黒井さんの確認します。はい、どうぞ。チョコラコーヒーはいただきます。何今のリアクション。ちょっと俺ちょっと聞きづけならない感じだった。おお、これ1択になった感じじゃないですか。うん、分かった。とりあえず分かった。今のうわーっていうのがすごいカードだった。はい、店長。はい、あ、マジで捨てるの。はい、マジかよ。おー、ナイスプレイ。俺のターン。また兵士を引く。ドローしてください。まずドローしてください。そうです、ドローして兵士。さっきの兵士ですね。ここがね、女公爵の。うわー、すごい。俺の心理学をマスターしてるんで。どうぞ。とってもドヤ顔しております。頑張れ、順調。頑張れ。うまいでしょ。無理だ。しかし、勝ち筋がなかなかないぞ。どんな感じですか。これどうやって勝てた。とは言っても兵士で撃ち抜く、うん、もう黒井さんが今出すものによっては手が確定するので、うん、そうですね。ただ姫だった場合、一撃じゃ落ちないんだよな。多分黒井さんめちゃくちゃ強いハンド持ってると思うんだよな。はい、それで、はい、店長の手札が、僧侶。ブブーニャイッス。いや、無理なんだけど本当に。なあ、これは。はい、手札見る。チラーミー。はい。まあ、予想通り。まあ、なんとなく予想通り。クククク、我のターン。で、もうないもんね。だうん、もう打ち抜いてここに行ってくれればよかった。うん、これ打ち抜いて倒した方がかっこいいんじゃん。どっちにしろ捨て札は片方しかもう、うん、はい、じゃあ騎士ピンポーン。はい、よっしゃ。はい、さすが将軍。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。チャンネル登録。I'm gonna love you.